いけばなは日本を代表する芸術の一つです。その起源は日本古来の習俗や仏教とともに伝来した公家にあると言われますが、いけばなとして成立したのは室町時代と言われ、600年にわたる歴史を持つ伝統文化です。ただ単に花を器に飾るのではなく、草花の美しさをめで、その命を尊び、人と自然を関連づけて捉えるところにいけばなの特徴があります。今では多くの流派が存在していますが、今回はパリ日本文化会館で紹介している3つの流派のうち、池の坊にスポットを当てて春のいけばなをご紹介いたします。まず、いけばなの道具を紹介いたします。いけばなに使う道具は、花器、ハサミ、剣山の3つです。骨組みとなる花材は、薬枝と言われ、流派によってその名前は異なります。池の坊は、室町時代に池の坊千景が花を生け、池の坊千王がいけばなの理念を確立しました。池の坊は池花の根源とも言えるでしょう。池の坊には立花、小花、自由花の3つのスタイルがあり、立花は室町時代から続く最も古い様式、小花は江戸時代に成立した1種から3種までの花材で生けられる様式、自由花は戦後に定着した決まりの少ない様式です。では床の間などの空間にふさわしい小型の生け花、小花小風体にトライしてみましょう。小花は新添体という3本だけの薬枝で構成し、草木に息づく命に重点を置いて生ける季節の生け花です。最初の薬枝は芯です。芯は花器の約3倍から4倍の高さに切り、花器の中心から出し、左奥方向に少しカーブをつけながら差し口の垂直線上に戻します。この曲がりのことを腰と言います。この芯を補助するあしらいの枝を前後に入れます。後ろあしらいと前あしらい、次に刺す薬枝は添え、芯に沿って曲がりながら左後方に刺し、これにもあしらいの枝を刺します。この添えグループは作品の奥行きを見せる役目も持っています。最後に刺す薬枝は体、添えと反対の方向に右前方に刺し、前の空間を作ります。池の坊の生花においては水際が重要と言われ、全ての植物が一直線に前後に刺され、正面から見ると一本の植物に見えるように表現します。また
左右非対称で前後の空間を取ることも大切です。3月3日は桃の節句。ひな人形を飾り、女の子の健やかな成長を願う伝統行事です。春の花を生けてお祝いしてみてはいかがでしょうか。今回は池の坊の生け花を紹介しましたが、今後は別の流派も紹介していく予定ですので、どうぞお楽しみに。